はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。ニコン、ついにね、100周年記念アイテムの受注開始したそうですけどもね、あれはね、CP プラスでね、ちらっと見ましたけどもね、100周年記念のね、ロゴとかが入った一眼レフとかね、豪勢なケースに入ってんだね、あれね。ファンならね、あれは欲しいんではないかなと思いますけどもね、うちにある唯一の今ニコン機はこれです。ニコワンですね。 AW1 というね、防水のレンズ交換式カメラとしては世界で唯一なのかな、今ね。一応現行機種ですよね、これね。ニコワンの AW1 っていうのはね、なかなか後継機が出てこないという。一説にはね、ニコワンの方すでにね、シリーズが終わってしまったんではないかなという噂もありますけどもね、本当に終わってしまったものというのもありまして、じゃあこれ貴重品ですよ、お友達のムッチーさんからいただきましたけども、ニコンプレミアムコンパクト、ね、コンパクトデジカメの DL というのがね、2016年の CP プラスで発表されましたっけ。これはね、買わなきゃって思った人もね、たくさんいらっしゃると思いますよ。当時流行りだったね、1インチセンサー、1型センサーを搭載したデジカメ。まあソニーなんかもね、RX100 シリーズ何種類も出してるけども、まあどれもこれもね、標準ズームレンズなわけですよ、ソニーの場合ね。最近なんかね、同じような感じなんだもんね。どれもこれも特色がなくても同じような感じだからね、ソニーのやつはちょっとね、どうかなって僕はね、思ってたんですけども、これはね、期待できそうだったんですよね、DL はね。広角標準望遠と、ね、3機種揃ってまして。特にね、広角の方はね、煽り機能が入ってたりとか、あとね、やっぱりね、YouTuber としてはね、広角レンズで、1型センサーでね、こう、撮れればね、すごくいいんじゃないかなと思ってね、僕ね、Amazon で予約までしたんですよ。だけど、まあご存知かとは思いますけども、発売されませんでした。今年の CP プラスの直前ぐらいでしたっけ、発売できませんということでね、アナウンスがありましたけどもね。その理由がですね、なんだっけ、ソフトウェアができない、開発が遅れてるだか、本当の理由はやっぱり熊本の大地震の時にセンサーがね、供給できなくなった、されなくなったんじゃないかなというね、噂もありましたけどもね。まあ実際のところどうかわかりませんけども、日常までも名作にと書いてありますね。まあまさにね、プレミアムコンパクトですよね。これがすごいんだ、上田浩二さんの作例がですね、これはイタリアかな、これもう何度もね、ウェブで確認しまして、これは欲しいなと思いましたもん。不具合あってもいいから売ってほしいよね。不具合あるまんまでいいからね、僕はね、売ってほしいなと思うんですけどもね。うわー、いいなこれ。18-50、24-85、24-500、2016年6月発売予定になってんな。 EVF キットなんかあんだね。高速高精度105点ハイブリッド AF、 105点ですよ。本当にもったいないんだよなぁ。これなんで、今からでもいいからちょっとね、考え直してほしいなぁと。まあまたね、違う名前でね、別の製品になってもいいんでね。これぜひね、皆さんも待ってる明日でしょ。僕は本当待ってたんですけどもね、いつまで経っても出ないからね。もうこれ幻になってしまいました。このカタログ自体も幻になってしまいましたけどもね。ニコンさんがダメでも、本来ね、そういうあれを1型を流行らせたのソニーなんだからね、ソニーが頑張れよっていう感じじゃないんだけども。ね、パナソニックもね、結構いろんなの出してきますよね、プレミアムコンパクト路線ではね。ソニー頑張ってくれればいいんだ。はい、ということでね、ニコン DL の幻のカタログ、幻のデジカメとなったニコン DL の幻のカタログでございました。